いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。本日担当いたしますリオです。よろしくお願いいたします。本日は医療用ヒルを使ったフェイシャルエステをしていきます。よろしくお願いいたします。こちらお持ちいたしました。お客様のご予約に合わせてご用意した形でございます。初めて見ました。今日に合わせて餌を抜いておりますので、この子たちは空腹状態になっております。たっぷり悪い血を吸ってくれますよ。もともとは伝統医学のアーユルヴェーダの治療法として古くから施術されてきました。すべて無菌で育てておりますのでご安心ください。はい、クレンジングと洗顔から始めていきますのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあ失礼します。目元から失礼します。ちょっと緊張されてますか？初めてですもんね。結構インパクトありますよね。大丈夫ですよ。リラックスしててください。お客様はお顔のむくみと目の下のクマですね。あと全体的なくすみがお気になるということですか？はい。そうですね。確かにここの目元が青くなってますね。お仕事忙しいですね。お疲れ様です。ゆっくりしていってくださいね。クレンジングオイル失礼します。結構目元のラメ、アイシャドウのラメですね、ついてたのでいっぱいつけてしまうと茶色く色素沈着しちゃうんですよ。それで目元が青と少しくすんだ茶色になってますね。血行良くなってお肌のトーンアップすると目元の茶色も改善しますよ。はい、失礼します。伸ばしていきます。ファンデーション落としますね。痛みが怖いですか？そうですよね。ヒルは麻酔作用があるので噛んだり血を吸う時もお痛みはないので寝ていても大丈夫ですよ。はい、一番最初に噛む時だけ少し注射の針のようなチクッとした感覚はあるんですけど、それ以降は痛みはないですね。はい、お顔でうようよ動くのでそれが若干違和感に感じるかもしれません。私もそうですね。お顔の上でうねうね動く感じはやっぱりちょっと気持ち悪かったですね。はい、力加減大丈夫ですか？はい、き取りますね。失礼します。次は洗顔ですね。もこもこした泡で洗顔していきます。しっかり汚れを取っていきますね。失礼します。取ります。熱々のホットタオル失礼します。血行も良くしていきますね。ターバン巻き直します。はい、失礼します。りしますので少々お待ちください。消毒していきます。はい、じゃあ置いていきますね。皮膚をかませて悪い血を吸ってもらいます。まず目元のクマですね。こちら改善したいので、この辺りですね、置いていきます。最初だけ少し痛みがございます。はい、失礼します。痛いですね。頑張ってください。最初だけです。だんだん麻酔が効いてきますよ。ぼーっとしてきますからね。じゃあこちらも失礼します。あ、痛い。休憩します。頑張ってくださいね。失礼します。この辺りに置いていきます。あと全体的なくすみと頬もですよね。この辺りに置いていきます。ぼーっとしてきましたか？痛くなくなってきました。よかったです。失礼します。続けますね。動いてますね。昼の唾液は皮膚を移植する手術とか血行促進に活用されたり、炎症を抑える効果があるんですよ。そう、この青いクマは血行不良によってできるものなので、昼はすっごい効果的ですよ。スーッと目の疲れ取れていく感じありますよね。不思議ですよね。次いきます。あ、まだ噛む痛みありますか？もうちょっとで麻酔効いてくると思いますよ。失礼します。ちょっと噛む力強いですね、この子たちは。お腹空いてるので勢いよく血を吸っていくと思います。毒素も昼が抜いていきますからね。東洋医学では肩とか背中残ってるところにはおけつっていう悪い血が溜まってるって考えられてるんですけど、昼は唾液を分泌して血液をサラサラにすることでおけつをぐいぐい吸い出していくんですよ。なのでとかお背中にやるのもおすすめですよ。凝ってるところをヒル自身が見つけて吸い出してくれるんですよ。そう、かなり肩こりとかは改善しますね。ーっとしてきましたね。唾液にある麻酔が効いてきましたね。今すっごいふわふわしてると思うんですけど、今日一日ぐっすり眠れるんですよ。で、明日起きたら頭がスコーンとクリアになった状態ですごいすっきりしてるのが本当驚くと思いますよ。そうですね、私も最初びっくりしました。すごい噛む力が強くて離れないです。変な感じですね。頑張ってください。気持ちよくなってきましたね。やっぱり大きいヒルの方が吸う力は強いですね。今ごくごく血を吸ってます。血の巡りも良くなるので冷え性も改善しますよ。失礼します、ごくごく飲んでますね。はい、これで少し血を吸わせます。悪い血を吸ってすっごい大きくなってきました。取れてきましたね。離れていったら満腹になったということですね。ちょっと取っていきます。空腹の状態だったら吸い付きはいいんですけど、満腹になったら終わりになります。自然とこうやってね、離れていきますからね。あ、この子ももう大丈夫ですね。ヒルは60個とか100個ぐらいまで歯があってしっかり噛みつくんですよ。なので吸われた傷は数時間そのままになります。コットンで止血していきますね。この後は30分安静にしていてもらいます。腫れないように今日一日は運動したりお酒飲んだり重いもの持ったりするのはやめてください。大丈夫ですね。で、今ガーゼつけて止血するんですけど、また血が出てきたらガーゼで優しく押さえてください。あ、この子はまだ吸ってる途中ですね。この子は良さそうです。はもう使えないので燃やして処分いたします。この子も大丈夫で、本日は刺激しないためにマッサージができないので、この後パックして終了になります。鎮静パックのせていきますね。はい、お疲れ様でした。パック作りますので少々お待ちください。唾液取っていきます。少々お待ちください。じゃあ鎮静パック作っていきます。します。目元にコットン失礼いたします。お時間置きますね。失礼いたします。はい、じゃあ外していきます。化粧水失礼いたします。お疲れ様でした。とすっきりしました。よかったです。この後できるだけ家でゆっくりしていってくださいね。30分はこのまま横になっててください。乳液失礼します。お疲れ様でした。これで終了でございます。